どんな仕事をされてるんですか？私は、歌を歌ってますよ、はい、先生も大好きな歌を。歌詞をやります。何ていう歌を？代表曲は甘色の髪の乙女という、グループサウンズのカバーソングを歌ったことによって世の中の人に結構名前を知っていただいて、で今も音楽活動したりあのテレビに出させていただいたり、いろんなこう、まあ、個人としてあの未来につながるようなこうコミュニケーション取れたらなと思っていろんなところに伺ってたりします。で、なんか夢あります？夢ですか？もう私はあの一回歌手っていう夢は叶えてるので、でもこの歌手でもう一回ヒットソングを出したいなと思って。そうなんです。それね、素晴らしいヒットソングをやるにはまず健康が第一です。そうなんです。その中の背骨なんですよ。は、背骨がほとんどの病気の原因なんです。なるほど。背骨、うん、背骨です。バックボーンっていうじゃないですか。はい、ね、バックボーンがしっかりした状態ではいい曲が歌えるんです。へー、はい、私も本当に先生は普通にあの SNS でやっぱりそうやって年齢とともにやっぱ若い頃の折りが出るというか、はい、例えばあのヒールを履いてずっと歌ったりとか踊ったりとかしてて、知らない間に小さなこう足首の腱切れていってて、はいはい、もう硬くなってて、はい、その故障が出たりだとか、あの移動が多くて座骨神経痛とか、はいはい、内臓が弱るとか、はいはい、でそれだとやっぱり不安じゃないですか、はいはい、仕事ってずいぶん前からもらうので、その日にと思った時に先生の動画を見て問い合わせたんですよ。そうですか。そうなんです。でも本当にあの魔法の手でそう、僕は自分のこの内から来るエネルギー、これを僕は訓練してるんです。だから僕は触った時に患者がどんな心地よい状態になるかというのを絶えず頭の中に入れてます。それで僕はどこ行っても治らない患者をどう治したらいいかっていうのを絶えず考えてるんです。だから患者中心なんです。なんかいろいろこう骨をの位置を整えてくれた後に、うん、じーっとここをこうパワーを送ってくれるのは、あれは先生の中のイメージなんですか？僕はね、僕はこの手当てっていうか、はい、手を触った時に相手を、はいはい、僕の脳はエネルギーをこっちに全部送ってるわけですよ、うん、脳神経っていうのはこれは思ったことを実現するために行動する、素晴らしいこの組織なんですよ、うんうんうん、脳でまず何かを考える、うん、それを感覚神経で伝達する、うん、で行動っていうのは運動神経で起こるわけです、はい、だから脳に起こった瞬間に瞬間にしてもう一瞬にして良くなる。それ例えば、うん、だって危険なことを察知するじゃないですか、はい、危険だと思ったらすぐこうやるじゃないですか、逃げる、うん、そこから後に今度は心臓がドキドキしたり色が起こってくる。あ、後から。後から。で最初は人間の脳が一瞬にして秒単位で行動を起こすわけですよ、うん、こういう仕組みになってる。だから僕は例えば最初開業した時は6坪ですよ、うん、本当に待合室1畳ぐらいで、うん、毎日行ったら毎日脳に今日は5人見る、うん、10人見る、達成されたら20人見る、うん、30人来るわけですよ。うーん、脳に毎日こう送るわけ。何人、どういう人になりたい、どうしたら、どこ行っても治らない患者を治したい、うーん、そしたら奇跡が起こる。だから何になりたいかというのをまず脳に伝達して、うん、脳はそれで行動を起こす。まず夢を見てそれを実現する。でもなんか何かを叶えてる、実現されてるすごい方って夢を語りますよね。 夢を語らない。ちゃんと口に出しますよね。夢は脳が受信する最高のギフトなんですよ。はあ、なるほど。脳細胞はもうすごい量があります。我々は一生使い切れないんです。その脳に毎回プラスのエネルギーを送るわけ。うん、脳はそれで行動を起こして素晴らしい脳が出来上がるわけですよ。これは
我々が遺伝的に作られた脳よりも後天的に努力した脳が大事なんです、うん、ああいやーそっか、ね、みんな先祖が遺伝じゃだけじゃなくて遺伝した脳をすごいものにするためには毎日の思考力が大事。何かと遺伝のせいにしてましたね。いや遺伝のせいにしたらダメなんです後天的な努力、あこれが大事なんです。僕は必死に努力しましたよ。もう最高なカイロプラクターになりたい。いやお前ねアメリカにカイロプラクティックっていうすごいいい学校があるから日本人で初めて募集してるから、うん、ここに行けって。それで僕は片道切符を持ってブラジル丸って移民船で船で1週間かかってハワイ、あと1週間でロサンゼルスまで。すごい。途中に台風に出会うはもうどうしてこれもう死ぬ思いもしました。それ何年前の話ですね。1968年です。それでもう帰りの切符なくしてもう自分はここで学校に行った、はい、じゃあカイロプラクティックってアメリカが発祥の地で、そこで4年間勉強したわけです。そこで出会ったのがカイロプラクティック哲学ってやつ。うん、人間の体は自分の体を作った力が病気を治す、うん、280日かかって赤ちゃんがで作られて出てくる、これと同じ力が脳にあってそれが病気を治すんだ。じゃあ自分で治すってこと。自分で治すっていうのを聞いた時にあこれだ、うん、これは一生を勉強するに値するって言って必死に勉強した。じゃあ先生が私たちが来てやってくれてることは自分で治す力のフォローをしてくれる。そうです。僕が患者が来た時は患者は自分の素晴らしいドクターを連れてきてる、うん、それが自分なの。はあ。その人の治る力を 100% にするのがこの自己免疫とか。自己免疫が高まります。ああなるほど。で僕はある人に出会ったんですね。国立のがんセンターの所長、うんうん、ニューヨークのドクター・ペローという人がカイロプラティックのがすごいということで研究をした、うん、毎週1回カイロの治療を受けてる人と受けてない人の免疫を調べた、うん、毎週受けてる人は 200% も多かった。そんなに。それを見てね、はい、がん研究所で、うん、この免疫っていうのを研究出した。うん、それ人間は誰でもがんはあるじゃないですか、うん、しかも免疫が誰でもあるんですか。誰でも持ってます。僕もみんな。しかし免疫が低下した時にがんが出てくる。この時にがんと言われる。あ、なるほど。免疫が勝ってる間はがんと言われない。しかしがんは持ってる。なるほど。だから免疫を高めるカイロプラクティックを僕は一生の仕事にしようと思った。あ、なるほど、うん、で最高なパフォーマンスやるには健康が一番大事。人を感激させるじゃないですか、うんうんうん、ね、歌でも、はい、歌って素晴らしい。これは脳です。脳が素晴らしいと思った時に相手に感激を与えて病気が治るんですよ、うん、ヒーリングっていうのはそこから来るんです。私もまあささやかながらこう音楽を続けているっていう一番の理由がやっぱりその薬とかねワクチンとかね今いろんなのありますけど、なんかやっぱ自分の気持ちで元気になってもらえたり、その手助けがなんかあまた明日も頑張ってみようとか、だからそれって人の命を救ってることだと思っていて、私ももっとその先生のようにその来てくれた方たちがもっと元気になれるなんかパワー持てないかなって思う。 それは歌でできるんですよ、うん、ヒーリングっていう歌ですよね、うんうん、歌を聴いて、うん、子供が感激して病気が治るわけですよ。だからヒーリングミュージックと、はい、これを僕はやってほしいです、うん、そうだから自分がまずそういうパワーを持っていないと、その来てくださる方にそのパワーを分けてあげることもできないし、で結構やっぱりいろんな思いが集まる場所なので結構パワーも取られたりするので、自分がその充電するためにここに来てるんですけど、パワーを発するからそれをまた充電しないといけないから、うん、それは脳に必ず楽しいことをインプットすればいい。私はね先生のその動画、これまでのいろんな患者さんを見てきてるものを見て先生を知ったんですよ。結構さまざまな重症の歩けなかった人が帰り歩いて帰ったりとか、
もう皆さんも見てほしいんですけど、それって先生はやっぱそれなりのパワーとやっぱりその修行というか、うん、修行というかどうして人間は症状が出るかっていうのを勉強しました。その原因は交感神経と副交感神経なんですね、うんうん、交感神経が圧迫すれば副交感神経が優位になる症状が出るわ、うん、副交感神経が圧迫すれば交感神経が優位になる、うん、それを研究したのが僕の師匠のドクター・ガンステルトって先生が、うん、自分のところに血液検査場もやってレントゲンを取って、うん、臨床50年で見つけたその方法を僕は利用してる、うん、それは交感神経副交感神経、頭蓋骨と頸椎5番までは副交感神経、6番目から腰椎5番は交感神経、骨盤は副交感神経と。へえ。そしたら患者が症状を僕に言うじゃないですか、うん、両方とも圧迫して両方とも症状が出る人もいるわけ、うん、そこで僕は悩むわけ、どっちを先に治療するか、うん、あ、それによっても変わってくる、変わるから。それで僕は師匠に聞いたんです、うん、どうしたらいいんですかって言ったら、うん、3つ、交感神経を先に治療しなさい、3ヶ月間、人間が治るのには90日かかる、手術しても90日かかる、3ヶ月間交感神経だけを治療しなさい、うーん、それで交感神経が落ち着いたら副交感神経に移りなさい。例えば僕の患者が来て、この前も来ました、目にリウマチが出て、うん、目が見えない、もうこんなになって、うん、オープンできないわけ、ああリウマチ、血液の中からカルシウムが外に出てここに来てるんだなと思う。血液が出るっていうことは、これは副交感神経が優位になってるということなんです、うん、それで僕は副交感神経優位になるということは交感神経が圧迫されてる、はい、そしたら頚椎6番から胸椎3番までの間となるわけですよ、うん、そこを一箇所見つけて矯正したら目がパッと開いて目が見えるようになった。あ、すごい。これは奇跡です。先生、そういうのをやった時ってすごくこう疲れるんですか？いや、僕はやった時、僕エネルギーを投下しますけども、その瞬間僕は自分のエネルギーを補充するために、うん、もうなんていうか、そのためにデロップして家に帰るわけ。いい景色を見たり、あ、いや、思考力を、僕も自分イマジネーションで、家に着いた時は僕のそのエネルギーは全部解消されて家に帰ります。へー。だから治療が終わってから魔術師の、うん、そうそう、だから自分の脳が絶えず 100% 働くように努力してるんです。へー。もう本当にその治療が、うん、もう私はもう普通に歩けて元気にしてますけど、はいはい、もう本当に何かをもう諦めて、もう使えなくなったみたいなテンションの人が涙を流したりとか喜ぶ姿を見て、もぜひ皆さんも見てほしいんですけど、よかったら先生などご覧くださいね。はい、見てください。よろしくお願いします。それでは治療しましょうかね。はい、はい、お願いします、はい。今日は前回よりもだいぶいいんですけど、やっぱり座骨神経ね、これは神経圧迫測定器といって、この針がバーッとずれる、ぶれるんですよ、こうして悪いところ圧迫があるとこ、そこ見つける、左右の、はい、内臓が弱ってますね。季節の変わり目、いつも胃が動いてないかな。はい、ああ、本当そうです。ここね、ここは内臓に関係があります。へー。やっぱ足が短いですね、こっち側ね、あ、右の方がということは、右がこういうふうに、左がこういうふうにずれて、これを両方違うところで治療します。はい、はい、こちらです。はい、下の方、はい、力オッケー。はい、こっちいい音した。はい、こっちです。あのプチプチみたいな音です、うん、だからね、僕はね今矯正するでしょ、はい、僕の脳はこれが動いたら痛みが全部取れると思って矯正する。へー。だから思考力、僕のエネルギーがパッ
例えば今までで一番すごいのは、うん、あのドトールの鳥羽会長と一緒に食事に行って、はい、最後にコーヒー、うん、そこの人が沸かしてくれた、うん、だから会長が同じものを同じ要領で沸かした味が違うんです、うん、会長と何が違うんですか。僕はこれが飲んだら美味しい飲んでくれるということをイメージして作ったんです。うーん、だから脳にそういう命令をしたらそういう気がコーヒーに入る。気がコーヒーに入る、はい、同じだなと思ったんですよ。なんで先に骨の矯正するんですか。骨の矯正は骨がずれて神経が圧迫される、うん、神経が圧迫されれば神経で脳に伝達される、うん、脳は感覚神経の情報をもとにして行動を起こすわけです、うん、水が飲みたいと思ったら脳にまず飲みたいって、うん、脳は手を動かして水を取れって命令するから手が動くわけ、うん、あ、なるほど。この一連の、はい、これが正しく脳に情報が入れば脳は最高なる結果を出してくれるわけ、うんうん、これが圧迫したら情報がいかないから、あ、滞っちゃうんだ。滞っちゃう。ああ、それでか。それで。じゃあ先に骨を正しい位置に戻す。位置に戻したら正しい情報が脳に行くから脳は何でも直しちゃう。人間はもうすでに直す能力を持ってる。これが自然治癒力って言うんですよ。頑張れやって私の脳。そっかそっか。おお、聞こえた？すごい。はい、こっちね、もう一回うつ伏せになってみて。すごかったよ。はい、うつ。こっちの方がなった。うん。もうこれでね、もう完璧ですよ。ほら。そんな違うんですね。全然違う。はい、そうだと思います。初めてなんかここに来て謎が解けてる。謎が解けましたな。はい、力。もう少し。オーケー。今度はねじれを取ります。はい。はい、力抜いて。オーケー。はい、こっち。これでスッキリするんです。背中の張りも。ここに少し。前回よりいいですよね。うん。しゃ。もう一回、ストレートネックをやります。はい。はい、仰向けです。はい、仰向け。人間の細胞っていうのはプラスとマイナスでできてる、うん。で、プラスとマイナスのバランスが崩れたら、いろんな病気が起こるわけです。これでプラスとマイナスをやったら、足が短くなるっていうのは、これは逆流がある。胃が働いてませんよっていうのをこれが教えてくれる。はい、で今、胃を動かします。働いてないんですか。働いてない。うん、だいぶ動きましたよ。音がしたの分かった。ぐるぐるぐる、胃がすっきりするよ。ぐる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 。はい、大丈夫です。今足が揃いましたよ。これで一番上の顎はどうもないよね。手をこれを持って。あ、これ、はい。一番上は大丈夫です。はい、これで全部分かるんですよ。魔法の磁石。磁石プラスとマイナスも。これ磁石プラスとマイナス。ああ、本当だ。人間の体細胞プラスとマイナスがバランスがいい細胞あったらこれでやっても変化しない。これでマイナスで足が短くなれば機能低下、プラスは機能更新、それで治療の仕方も変わっていく。じゃあがん患者の方とかはもうすごく大きく作用が変わってくるんですか。脳下垂体ホルモンの多さ、そこが異常を起こすんです。どうでしたか治療は。すっきり。これでね、明日はすっごい元気になるんですよ。てかもう今日午後多分、はーってあくびいっぱいしながら
ふわーっとで温まってくるでしょ、体が。これからも頑張ってください。そして最高な状態で自分のこの歌を、はい、感激する歌をやってください。先生の治療を生かしてまたみんなにパワーを送る、はい、そうです。頑張ります、はい、また来ます。ありがとうございます、はい、またよろしくお願いします。